こんにちは、ティー。はい、ということで今日はですね、マネージャーのミキさんから〇〇ちゃんのメイクをやってほしいってずっと言われていて、今日はですね、なんとヒョナさんのメイクをやってみました。なんかね、コメントとかでもたまにヒョナさんに似てるとか、ヒョナさんみたいって言っていただくことが本当にありがたく、いただいていて、私もすごくすごく大好きで、似てるかわかんないんですけど、自分なりのヒョナさんの愛をちょっとね、メイクに、はい、入れてみました。こんな感じのメイクです。で、ウィッグも最後はつけてやってみました。はい、それでは、よかったら最後まで見てみてください。どうぞ。はい、それでは早速始めていきたいと思います。まずベースからです。ベースで使うのはこちらです。ムーンショットの201番にミクロコレクフィット。コレクトフィット。SPF50+PA3+ です。ちょっと私の肌より明るめなんですけど、これをのせていきます。すごい美白のイメージなので、私は肌が黒いので明るめのファンデーションになっちゃうんですけど、なんかこのファンデーション使うときは顔に色をのせたいときとかに結構使うかも。ベースの色をクリアにしてくれるから色がね、のせやすいんですよ。首に色をのせます。キャンディードールのブライトピュアベースのラベンダーを首にのせます。よいしょ。若干首にも塗ろうかな。はい、続いて眉毛に入っていきます。スックの 3D コントロールアイブロウ01番、真ん中のカーキの色ですね、これを取って描いていきます。しっかりね、山を作りたいんですけど、これを使います。スックのソリッドアイブロウペンシル EB の01番を使って、なんかヒョナさんはすごい七変化するイメージなので、メイクとかによって雰囲気が全然変わるので、どの写真に似せようかなって悩んでいるんですけど、髪色が真っ黒の時もあれば金髪の時もあるじゃないですか。私どの時も大好きなんですけど、なんかすごいナチュラルメイクの時も大好き。なんか赤リップだけの時とかもすごい好きだし、でもめちゃくちゃこう囲んでるなんか猫っぽいメイクの時もすごいかっこよくて好きなんですよ。こんな感じです。ちょっとね、眉毛が形がちょっとね、山を作る感じ。そしたら早速アイメイクに入っていきたいと思います。まずベースにラメをのせていきます。スックのトーンタッチアイズの12番、すごいね、ラメなんですよ。指で、すごい綺麗じゃない、このラメ。下にものせます。はい、そしたらアイシャドウに入っていきたいと思います。スックのデザイニングカラーアイズの15番です、のこの紫です。毎日メイクの時はこの紫使わなかったんですけど、はい、今回は使っていきたいと思います。紫を取ってのせます。結構広めに濃いめに入れます。反対も、はい、そしたら今の色を下にものせていきます。結構大事なのはこのね、内側にしっかり入れること。アイシャドウはね、もうちょっと後から足すかもしれないです。そしたら続いてアイラインに入っていきます。ケイトのデジタルメモリーライナーの BK の1番です。まず目尻から引いていきます。ちょっと
とだけ下げてあげる。そしたらまたアイラインを使っていきます。マキアージュのロングステイアイライナー N の BR の662番。これをですね、下に入れます。はい、こんな感じです。そしたら、さっきのラメをもうちょっと足します。はい、そしてちょっとね、アイラインが気に入らなかったので、ちょっともう一回やりたいと思います。今ね、さっきね、ちょっと下の方からやりすぎたんですけど、この辺から上に上げちゃおう。こんな感じでした。アイラインを上の方も引いていきたいと思います。あんまり普段自分では引かないんですけど、引きます。さっきのアイラインをもうちょっと下にも入れます。はい、そしたらマスカラを塗りたいと思います。マスカラはヘレナの、コブラブラックを使っていきます。下にも塗っていきます。そしたらマスカラ終わりました。こんな感じです。結構濃いです。はい、そしたらですね、リップに入っていきたいと思います。スックのバイブラントリッチリップスティックの05番を使っていきます。こういう色です。のせていきます。オーバー面にのせます。こんな感じです。そしたらちょっとシェーディングをしたいと思います。セザンヌのミックスカラーチークの20番です。これをくるくるして、はい、こんな感じです。最後にラメを足していきたいと思います。MAC のダズルシャドウリキッドフラッシュ&ダッシュという色です。こんな感じのラメです。この辺に。結構いっぱい。こんな感じで置きます。そしたら指でちょっとなじませます。こんな感じかな。カラコンしてない。はい、カラコン入れました。こんな感じです。今日使ったカラコンはバンビシリーズのヴィンテージヘーゼルという色です。グレーっぽいカラコンをつけてるイメージがあるんですけど、ちょっとお家にグレーっぽいカラコンが今なくて、でもヘーゼルっぽいカラコンです。結構ね、色素が薄い系です。ウィッグをつけようかな。はい、ということでこんな感じになりました。ウィッグをつけてみました。これはリネアストアさんのウィッグで、以前ねリネアストアさんのウィッグの紹介の動画を出したんですけど、その時のウィッグです。はい、ということでこんな感じになりました。ちょっと真似してみよう。ダメだ、むずまだまだ研究が足りないですね。前髪を外に巻けばいいのかな。
い、ということで今日の動画はここまでです。はい、今回ね、私がね、ヒョナさんが大好きで、ヒョナさんになりたいという気持ちだけで、メイクをさせていただいたんですけど、少しでも見れてたらいいなっていう気持ちです。ね、また、誰々風メイクやってほしいとかあったら、ぜひね、やっていきたいと思うので、そちらもコメントとかでお待ちしております。はい、ということで、よかった方はチャンネル登録と高評価ボタンよろしくお願いします。それでは皆さん、おやす、ミルクティー。